確かに教科書に書いてあるんだけど、そこまで考えたことなかったみたいなことが割とあるわけなんですよ、政治的な。なるほど。ありますね、そういうの。はい。早稲田レベルの問題の解き方とかテーマについてが、詳しく結構載ってて、はい、このレベルまでいるのねみたいなことを説明してくれてるみたいな。武田塾チャンネル。こっから受験をしようという人は、はい、政権ならなんとか間に合うんじゃねえかなみたいな感じで、はい、手出そうとしてる人が割といるんじゃないかなっていうのが、いや毎年ありますね、もうなんか、うん、まあ、確かに、はい、社会の中でも割と時間はかからないものだとは思うんですね。そうですね。ただその政治経済手出す時の注意点っていうか、はいはい、どういう科目なのかなっていうところからしっかり話していこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。市内攻略はレベル別に分かれてますからね、それにやりやすいのかもしれないですね。はい、はいはい、でこの辺りが終わったら次はね、うん、早稲田レベルの政治経済の参考書に入っていく形になるんですが、はい、うん、でそこでやる教材がですね、早稲田レベルの標準として出てくるのが、はい、難関内突破極める政治経済っていう、はいはい、教材ですね。お、極める政治経済、はい、極める政治経済、はい、はい、これがですね、はい、まあ、かなり分厚いんですよ、はい、でも問題数はそんな多くないんですよ。ほう、要はその早稲田レベルの問題の解き方とかテーマについてが詳しく結構載ってて、はい、このレベルまでいるのねみたいなことを説明してくれてるみたいな。なるほど。じゃ解説結構詳しめって感じ、要は早稲田のレベルで要求される細かさがちゃんと説明してくれてるみたいな感じですね。まあ、教科書とか一問一答とか知識を肉付けする必要はもちろんあるんだけど、はいはいはい、あ、このレベルまでいるのねみたいなことが結構書いてあるの。なんていうか、書いて、確かに教科書に書いたんだけど、そこまで考えたことなかったみたいなものが割とあるわけなんですよ、政治。なるほど。ありますね、そういうの。はい、うん。で、ここはやっぱね、できるようにするまでやった人とやってない人の密度が全然違うんですよ、はい、同じページとかの知識の中でも。ほう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 。答えが当たるだけな人と、はい、その、細かい違いまで覚えてる人みたいなので、はい、やっぱ全然こう、知識のやり込み具合に差が出てくるレベルなんで、うん、やり込んでる人たちがやるレベルまでの、はい、身につき方をするっていう意味でこういう教材をやっておくといいっていうところですね。なるほど。よくその政治経済とかめっちゃできる人とか教科書で一問一答しかやってないですみたいな人よくいるんですよ。いますね。なんかそういうちょっとオタクっぽい人ですね。オタクっていうかその、はい、要は政権オタク、同じ教材だけで、はい、自分ができないことを吸収してきるんですよね、過去問とかやりながら。なるほど。それはやっぱり難易度高いじゃないですか、割とやり方としては。いや、アウトプット能力がかなり高いと思います。そうですね、はい、だからそれを参考書でやっていくのであれば、基礎知識入れた後にこういうので、はい、身につけていく必要があると。なるほどですね。はい。で、これがまあ大体1ヶ月から1ヶ月半ぐらいで仕上がりますので、はい。で、それが終わったら、うんうん、まあ過去問あとやれば、はい、十分かなと。うんうんうん、そうですよね、うん。で、だけどちょっともうちょっと難しいのやりたいな、うん、これ以上難しいのいるのかって話なんだけど、はい、まあ、ちょっと政治経済時間余ったからもうちょっと詳しいのやりたいなっていう、はい、人向けにやる教材が、はい、出ました。山川の政治経済問題集ですね。いや、山川の政治経済問題集というか、この山川の問題集シリーズは結構えぐいですよね。えぐいです、はい、いるかいらないかと言われたらいらないだろうというふうには思いますが、なるほど、やりたけやったらぐらいのものですね。はい、はい、うん、教科書が本気出してきたなって感じですね、うん。まあ、要は過去問さえやってれば、はい、別にこれやんなくても全然合格点までに乗るとは思うんだけど、はい、イレギュラーをこう極力なくしたいとかね、うんうんうん、ちょっとでも点数稼げるようにしときたいとか、やることなくなったみたいな人が、まあ、やっておくといいんじゃないかなっていうものですね。はい、はい、なるほど。まあ、これが大体 2,3 ヶ月で、終わるんで、まあ、でもね、全部やるってことは多分ないとは思うかなと。必要な範囲だけやるとかでもいいんじゃないかなっていうところですね。なるほど。はい、はい、まあ、はい、まあ、こういった形ですね。政治経済自体は参考書自体もそんなに多くないし、はい、実際かかる時間はこれ全部やったら割と時間かかるけど、はい、まあ、必要なものだけやっていくだけだったら、はい、結構時間は短縮できるかなと。そうです。結構なんかさらっと説明もきましたね、ここまで。はい、はい、で、割とセンターがむずいっていうのがね。はい、山口先生、はい、このね、今回の動画でも紹介したような、はい、いろいろな勉強法とかさ、うん、各教科の参考書とか、はい、うん、いろいろ受験についての情報とか、はい、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね。逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、はい、飛ぶことができますね。こちらですね。で、まあ、これ見てもらえれば本当に武田塾のやり方全部書いてあるんで、はい、だからちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね。あります。武田塾チャンネルっていうね、はい、こちら。そうですね、この登録がこちらですよね、はいはい、こちらに行ってもらえればね、過去の動画も全部見れますので、はい、うん、ぜひ見てもらえればと思います。です、うん、中西さん、もう一個ありますよ。お、さらになんとこの下、うん、あ、下、ね、はい、はい、コメント
あ、そうだね。はい、うん、この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、はい、もう僕ら一つ一つ返していきますんで、はい、もう皆さんもう続々とコメントしてもらえればと思います。はい。はい。